はい、どうも皆さんこんにちは、ペパーズです。本日からね、長かった江戸時代終わって明治時代をやっていきたいと思います。新たな日本の幕開けと言ってもいいでしょう。明治時代、では早速行ってみましょう。まず新政府ができますよね。で、国が一丸となんなきゃいろんなことができないよということに気づいた日本、どういうことをやったかというと、京都の御所で五箇条の御誓文というのを天皇が神に誓う新政府の方針という形で打ち出します。翌日には徒党豪祖、キリスト教禁止などの御謀の啓示というものを発表して、ここで基本的なね、マニフェストというか方針が発表されます。そして首都ですね、東京と改称して遷都して一世一元制へ変更します。今まで天皇が乱立してても、その都度その都度時代を変えなかったですね。江戸時代なんか何人も天皇がいたのに、コロ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 時代は変わんなかった江戸時代ということになってましたけど、今回から、一世一元制、明治天皇、大正天皇、昭和天皇とずっと続いて今に至るということですね。あとですね、全国の土地と人民を返上してもらうという藩籍奉還という策をやります。そして地藩寺、県の運営係ですね、藩というものが全国にあったんで、その一斉なくしちゃうと藩の人がね、失職してしまうので、地藩寺という形でやったけど、このままだとね、全国統一にはならんということで、地藩寺を全員クビにして2年後藩籍廃藩置県をやります。藩をやめて県を置きましょうと、今の形に近いですね、日本の。あと内閣制度成立に至るまでの新政府機構は太政官制と呼ばれることになりました。新政府、国が一丸のパート2で開国和親ということを掲げます。マニフェストですね。新政府は2つに分かれて、1個のチームは欧米の視察と条約改正の交渉チームをやろうと、でもう2つのもう1つのチームは国内の諸整備の整備チーム、お留守番ですね、国内にね、を2チームに分かれて日本をどんどん改革に導いていきます。でまず1個目のチーム、伊藤博文、外国組チームは岩倉使節団、大久保利通、伊藤博文、木戸孝允、不平等条約改正に注力をしたと言われております。江戸時代にね、不平等条約を結んだんで、それの解消に向けて力を注いだと。日本できたばっかの国で外国に行っても相手にされないんで、最初は挨拶回り程度の外交だったと言われております。ただこの外国に行って実際自分の目で見たことによってかなり衝撃を受けて、これは外国こんな進んでんだということをまざまざと見せつけられます。はてはて、もう一方のチーム、西郷隆盛殿が出てきましたね。国内のお留守番チーム、西郷の他に板垣退助などがおりました。この中身のインフラチームは何やったかというと、大名や公家たちを家族というふうに呼称を変えて、武士たちを士族と、で庶民を平民などと、呼称を変えて、改革に取り組んでおります。で名字を公認して、結婚や職業選択の自由を与えるという市民平等とかも打ち立てます。で、大村益次郎が構想して山形有朋が発令した徴兵令というものをやって、平成は徴兵勧告に基づいて徴兵令が出されましたよと。20歳になった男性に3年間の兵役の義務をつけましたということで、国内を強くしようということで、平民が武器を持って立ち上がるというようなことの時代、武士の時代の一つの終焉ですね、システム改変ですね。で徴兵令が出ることで配当令、家禄の廃止、給料をもらうことの廃止みたいな、で武士の時代の終焉をここに迎えます。で国内留守番チームの税制改革はさらに進んでいきます。今まで米でね、税を測ってたんですけど、収穫量によって変化していって、長期的な財政計画は全く立てられないと。不作な時もあれば豊作な時もあって、変化は激しいと。何か価値の変わらないものはないのかということで、地租改正条例を出して、土地と税制度をもう一回一体化したものを打ち立てます。
まあ、土地に税金をかけるみたいなね、地権の 3%、その土地の 3% を税金として納めましょうよと。ということで、負担が減らないのに強要する政府に地租改正一揆がたびたび起こるようになります。まあ、政府はね、価値の変わらないものに税をかけることにしたと。まあ、今でいう税制制度と、まあ、あまり変わらないような感じがしますけどね。土地ではないですけど、今給料から所得税とかね、住民税とか、いろいろなもの引かれますけどね。あと、まあ、社会保険も引かれてますよね。まあ、そういうので、価値の変わらないものに税をかけることにしたと。まあ、お米じゃなくてね、お金、まあ、労働の対価として税を引くという形になりますね。さらに国内組のお仕事、結構頑張ってます。国立銀行条例出して、額面と同額の金貨を交換可能という打艦紙幣を発行します。で、人は紙より金を持ちたがるので、まあ、すぐにね、紙なんか信用が、お金が信用がなかったんですね。お金より金、こんな紙より金、実物の金だろうということですぐ金に変えられてしまったので、まあこの発行は事実上中止になります。ちなみにですね、国立銀行はアメリカのナショナルバンクっていうところを模倣してこういうことをやっておりました。でさらに殖産工業政策によって官営模範工場を作ったんですけど、その代表格が富岡製糸場、フランスの技師による教育を行って、管轄は内務省と。でさらに新貨条例を出して、円、千、里を単位とする十進法の貨幣制度を整えたと言っておりますね。まあ、この金と交換するんですけども、まあ、紙は信用なかったんですね。でさらに富岡製糸場、渋沢栄一が尽力したと言われております。さあ、そこで明治6年の政変というものが起きます。その頃、政官論というのが出てまして、まあ、鎖国をしている朝鮮を開国させるべきなんじゃないかという議論が白熱しておりました。まあ、朝鮮はその頃鎖国していたんですね。で無理やり力でこじ開けて鎖国をさせるべきだって、まあ、日本がやられてきたことを、まあ、やろうとしてるわけですね。でまあ西郷隆盛とかが、まあ、国内にいたチームが、まあ、鎖国をしている朝鮮を、開国させたいという議論で白熱していた頃に、外国の挨拶回りをしていた伊藤たちが帰ってくるわけですね。でそれを聞くわけです。政官論をしたいだと、ダメダメ、欧米を見てきたけど日本遅れてるから、今外交で打って出るよりも内政に力を入れてまず日本をきちっと整えるべきでしょっていうことを言うんですね。最後には最後で、まあ、言い分があるんですよ。まあその版籍奉還で、まあ、武士たちが失業して不満が溜まってると、そのガス抜きとして朝鮮に出兵させれば武士たちの力を存分に発揮できて不満も解消されるだろうということを言ってたんですけど、まあ、結局ね、もう白熱した議論があったんですけど結局ダメでした。それによって、一部政界を去ります。最後の去りますね。それによって江藤新平とかの嵯峨野乱っていうものが起こったり、政府に不満がたまったわけですね。で西南戦争、これが最大の武士の最後の戦争だって言われてるんですけど、まあ、徴兵令によって、さっきやりましたよね、集められた平民に武士が負けるという驚愕の事実が起こったわけですね。それによって武士の時代が完全に終焉となってしまいました。そして板垣退助が、まあ、この人はこの頃の政治っていうのは薩摩と長州の、まあ、派閥の政治で決まると言われていたんですけど、薩長以外の人、まあ、板垣も薩長以外なんですけど、この議会で民主的な発言ができるようにしようと、まあ、薩長だけじゃなくて他の藩、他の県も自由に発言ができるようにした方が日本は良くなんじゃないのというのは自由民権運動ですね。これをどんどんやろうと言ったのが板垣退助です。大久保利通ですね。大久保利通は自分が政権を握るようになると結構ね、我を通してきます。日清修好条約という結んだんですけど、台湾に出兵するんですよね。なぜ出兵したかというと、琉球の漂流民を台湾人が殺害したことに清が責任を取ろうとしなかったため出兵したんですけど、まあ、イギリスが仲介役となって、まあ、清がね、その日本の正当性を認めたので、まあ、なんとかね、型がついたと
で、これによって台湾は清のもの、琉球は日本のものにしようねという線引きがきっちり引かれたと言われております。だけどね、木戸孝允、この人はね、国内優先って言ってるけど、結局なんか外国に攻めて出てるじゃないか、矛盾してること言ってないっていうことを言っててですね、もうなんか嫌になって、嫌気がさして、政府を降ります。これが明治6年の政変ですね。さらに高架道事件っていうのが起きます。朝鮮の高架道というところの近くに日本の軍艦を差し向けて挑発したんでしょうかね、向こうに砲撃をさせたのを機に、向こうが手を出したということで、日清修好条規というものを締結させます。これは無理やりですね。日本が有利な不平等条約、領事裁判権を認め、関税の免除がなされる条約ですね。なんかペリーが来た時にこんなのやらされましたよね。それと同じことをね、日本が全く他国にやってるということはね、どうなんでしょうね。朝鮮は鎖国してるので無理やり開国させて、こういう不平等条約を結ばされたと。やられたことは日本人間やっちゃうもんなんですかね。でさらにロシアとは樺太千島交換条約を結んで線引きを行います。これによって千島列島は日本のものにしようと、で樺太はロシアのものにしようということで、ボーダーライン、国境線がどん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 と決まっていきます。まあ一部ね、日本の石垣島の上の方とか決まってないところがまだあやふやなところがねたくさんありますけど、まあこれもね、日本の言い分と、相手の言い分とあって、どっちも相譲らずみたいなところがありますからね、まあ、国際問題は非常にナーバスで難しいということになりますね。さて明治時代で、ね、非常に長くて、また新しい制度がいっぱい出てきて複雑なんで、細切れにちょっとやっていこうかなと思ってますので、今日はねこのぐらいにして、次回は大隈重信とか伊藤博文リーダーとか自由民権運動のこととかもいろいろ喋っていきたいなと思っております。さあいかがだったでしょうか。今日はこの辺にしたいと思いますので、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録を、動画を見逃さないようにね、そして高評価もぜひともよろしくお願いします。それではまた次回まで、さようなら。